今回は白スニーカーで悪目立ちせずかっこいい夏コーデを作る簡単なコツを紹介していきます。まずですね、白スニーカーってのはちょっと悪目立ちしやすいといった特徴があるんですね。なぜかというと白っていうのは膨張色なので、目立ちやすく結構存在感が出てしまうんですね。結構これ極端な例なんですけども、上下黒のアイテムを着用した場合、足元を見るとコントラスト、色の差が出やすいので目立ちやすいんですね。さらに言うと足元というのは体の先端で、よく言われる三首という言葉があるんですけども、そういった部分はですね、目立ちやすいんですね。なので白スニーカーっていうのはちょっと間違えてしまうと悪目立ちしやすいといった特徴があるんです。どのように悪目立ちするのかというところなんですけども、特に夏コーデとかは、肌の露出もあったりするので、ちょっと幼く見られやすいといったことも生じてしまうんですね。特にですね、このような黒がはっきりと目立ってしまう場合、足の長さが際立ってしまうので、合わせるアイテムによっては足が短く見られやすいといったことも生じてしまうんですね。ただ、もちろんね、こういったところは着こなしてカバーすることができますので、後ほど紹介していきます。ではですね、お待たせしました、白スニーカーを合わせる場合はどうすればいいのか。まずはですね、白スニーカーを選ぶ際はこのようなローカットを選んでみてください。ローカットを選ぶとこの足部分のですね、面積、縦幅なんですけども、をより長く見せることができるんですね。それでは次のコツなんですが、このようなグレーのパンツを履くということです。このようなグレーのパンツはですね、中間色とすることができますので、このコントラストの差が出にくいといったメリットがあるんですね。そうすると白スニーカーが悪目立ちしづらいといったところがありますので、このようなパンツの色で白スニーカーを履きやすくするというのもおすすめなんですね。次のコツとしては、トップスに白や中間色のアイテムを取り入れて上半身の方に視線を散らすということです。例えばこのような白いロング丈カットソー、こういったのも視線を上に持ってくるといった意味では効果的なんですね。そうすることで今足元が目立ちにくいといったメリットがあるんです。さらにこのような有彩色のトップスを合わせるのもおすすめです。同じように上半身に視線を散らすということができます。また白 T シャツに比べるとトップスとパンツでコントラストの差が抑えられますので、極端に足が短く見られるといったことも解消できます。ではですね、先ほどからお伝えしている白 T シャツですね、こちらも上半身に視線を散らすといった意味では有効的なアイテムなんです。こういった場合はですね、他にも実はコツがあるんですね。例えば今僕がかけているようなメガネとか、または時計とか、このようなバッグ、このようなネックレスとかキャップとか、このような小物の部分に視線を散らすとっていうのも効果的です。今回は白スニーカーを悪目立ちさせずかっこいい夏コーデを作る方法をいくつか紹介してきました。皆さんがチャレンジしやすいところから挑戦してみてください。今日使ったアイテムが気になった方はぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。こんな感じで毎日おしゃれに役立つ動画を配信しております。もしよろしければぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。こちらおすすめの動画です。ぜひチェックしてみてください。